はい、どうも、たけよです。というわけで今回は皆さん、相互チャンネル登録ってしてますか？僕は絶対にしませんっていうことを2年前一応動画として出してるんですね。なんですけど、まあ、そんな昔の動画を今見てる人が見てるとは思わないのでしょうがないとは思うんですけれど、未だに相互しませんかっていう感じのコメントが来るんですよ。で、前までは YouTube のコメントでたまーに来るぐらいだったんですけれど、最近は YouTube のコメント欄じゃなく僕の Twitter の方でよく来るんですよ。僕の Twitter って DM を開放してるので誰でも DM を送ることができるんですけれど、YouTube の子を拝見しました。よかったらチャンネルを相互登録しませんか？するわけないじゃんって思うんですけれど、まあ、僕のその前で上げた動画がそれほどあまり見られてないっていうことだと思ったので、今回これがどれくらいいくかわからないんですけど、一応もう一回説明をしようと思います。まず、相互チャンネル登録についてなんですけれど、相互チャンネル登録っていうのは、まあ、その名の通り、私が登録したから、あなた登録してくださいっていう風にお願いをすることです。例えば、はじめまして、あなたの方がすごく面白かったです。チャンネル登録しました。よかったら、僕のチャンネルも登録してくれませんか？うわぁ、ありがとうございます。面白かったです、あなたの動画も。私も登録させていただきます。っていうこの一見普通のやりとりのように聞こえる、これも相互チャンネル登録なんですよ。で、英語の方では、サブフォーサブって言われます。で、まずなぜこんな風に相互チャンネル登録をするっていう人がいるかなんですけれど、僕の目標である収益化を達成するには登録者数が1000人いかないといけないんですね。で、その1000人っていう的にとらわれすぎてて、とりあえず1000人を越したいということで相互チャンネル登録をするって人が多いです。また単純になんですけれど、皆さんがもし YouTube を見てるとします。全く同じ内容の動画で5万人の人と50人の人、どっちが見たいですかって言われたら、それ5万人の方見たいと思うんですよ。そういった感じで数が大きい方が YouTube の検索結果とか視聴回数が多くなるっていう風に考えられているからです。では、ここからが本題なんですけれど、相互チャンネル登録をすることでどんなことがあるか説明をしていきます。まず、相互チャンネル登録をしただけでチャンネルが消されます。2018年の12月13日頃にチャンネル登録者数が大幅に削除される現象が発生っていうことがあったらしいんですよ。これはもうその人がチャンネル登録を自分の手でやったっていうことで、普通にいろんな人に声をかけて登録してくださいって相互登録を促したから、多分いっぱい消えたんだと思われています。また、 YouTube 自体でこの相互登録が規約違反になっているので、もうかなりチャンネルが消されるぐらいの規約違反なんですよ。しかも相互チャンネル登録は一時期の数だけなんですよ。例えば100人に声をかけて100人増えたとしても、数日後にはまたゼロに戻るんですよ。結局増えてもまた戻って、プラス相互チャンネル登録をしたっていうそのレッテルが貼られることによってチャンネルの悪評価になってしまうんですよ。なので、数が増えても時期にすぐ消えちゃうのが相互チャンネル登録なので、本当に意味ない罰を背負うだけなんですよ。なので、この動画を見てる人でもし相互登録まだしたいと思ってる方がいたら、今すぐやめてください。そして僕のチャンネルにコメントしてくる人、表示されてないと思うんですけど、全部スパムの方に回っています。といった感じで、相互チャンネル登録を絶対にしてほしくないということの声掛けでした。皆さんの友達でもし YouTube やってる人がいたとしたら、その人にぜひこの動画を教えて相互登録絶対やめさせてください。そんな数だけにとらわれない動画を撮れるように皆さん頑張っていきましょう。